大藤文の岸辺にて。川も映る夕焼けの空、今日もそっと暮れてゆく。あの日の君はどこにいますか。きっと二度とは「あの日の歌口ずさむ」こんばんは、シンガーソングライターの大藤文です。11月5日火曜日夜9時、今月も岸辺にてのお時間となりました。秋も随分深まってきましたね。例年に比べると今年は暖かい方なのだと思いますが、それでももう11月ですからね。冬の気配が朝晩感じられるようになりましたね。寒暖差のある日が続いているので体調を崩されている方も多いかと思います。私も先月声がかすれて出なくなったり、そんな症状がありました。季節の変わり目は体調の維持が難しかったり、自律神経のバランスを取るのが難しかったり、過ごしやすい気候ではありますが、そんな時期とも言えると思います。どうかご無理なさらないように、今夜は少しおくつろぎいただける時間になれば嬉しいなと思っております。岸辺にて、この番組はシンガーソングライター大藤文のオリジナル楽曲や楽曲提供曲、眠れるピアノ弾き語り演奏などをお送りしている番組です。さて、今日の一曲目は小村寺さんのテーマ曲、そして毎日の時報ソングとしてもオンエアしていただいています玉川四季の歌をお聴きいただきたいと思います。今年で今月小村寺さんも開局5周年を迎えられます。もう5年も経つんですね。私も開局当時からずっとお世話になっております。そしてこの曲は開局と同時に書き下ろした楽曲です。狛江市といえば多摩川の美しい風景が有名ですね。その美しい景色を歌にしました。5年間毎日欠かすことなく、毎日この曲をかけていただいています。ありがとうございます。これからも小村寺のテーマソング、地方ソングとしてご愛聴いただけたら嬉しいです。それではお聴きください。玉川四季の歌。続く桜道、どこまでも歩いたあなたと共に、夏の玉川灯籠を流し、
改めて5年ということで振り返ってみると、このコマラジさんでたくさんのことを勉強させていただいているなと感じます。私がなぜこのラジオのパーソナリティというお役目をいただいたかというと、このコマラジさんの開局時に創立スタッフの方にお声をかけていただいたのがきっかけでした。開局にあたって曲を書いてほしいというオーダーはすんなりと引き受けすることができたんですけれども、ラジオのパーソナリティとして番組を持ってほしいというふうにお話をいただいた時は本当にびっくりしました。それまで私はおしゃべりがとても苦手でした。自分のライブでもどんな風に話を運んでいいのかとか、いつもおしゃべりは悩みの一つでした。ですが、コマラジさんのこの番組を通して、こうしてリスナーの方とお話をしているうちに、少しずつ喋ることにも慣れてきました。そして奥深いなと思うことがたくさんあります。例えば友人と話しているときは、普段あまり自分が喋っている言葉を文章として捉えることはないんですが、このパーソナリティを始めて一人で喋ることについて考えていると、句読点の丸が必要なんだ、そんな気づきがあったりします。リスナーの方でもしたくさんの方の前でスピーチをされる方とかいらしたら、またどうやって喋っていいのかわからないとお悩みの方いらしたら、句読点の丸をつけるのはおすすめです。5年経ってようやく喋ることがとても楽しく、ありがたいことだなと日々感じています。今後ともコマラジ、そして岸辺にてをよろしくお願いいたします。さて、そしてこの5年の間に私の番組の中で誕生した作品があります。それは私のオリジナル楽曲にオリジナルのショートストーリーがついた作品、眠れる歌物語というシリーズの誕生でした。以前からとてもお世話になっている俳優の本間仁さんにゲストでご出演していただいた時、せっかく出るんだったらおしゃべり以外に何かコラボ作品を作ってみませんかとお声をかけていただいたのがきっかけです。今ではこの眠れる歌物語作品も増えました。そしてこの岸辺にての番組では欠かせない作品となっております。今夜はその歌物語の中から神々の里をお聴きいただきたいと思います。先月、私は生まれ故郷である宮崎県延岡市に帰省してまいりました。父のお墓参り、そして年に1回開催される延岡の花火大会を見に行ってきました。多摩川のような大きな川で花火が上がるんですが、やはり人口がね、狛江市とは違うので、
河川敷からゆっくりと花火を見上げることができました。日本の花火はなぜこんなに風情があるんでしょう。父の墓参り、先祖の墓参りをした日ということもあったので、その日の花火は私のおばあちゃん、ひいおばあちゃん、そしてもっともっと前の先祖の方、みんなこの空の下で生活していたんだよなと思いを馳せると、やっぱり生まれ故郷に帰るって大きなパワーをもらえるんだなと感じました。そんな延岡から車で1時間山を登ったところにある神々の里高千穂をイメージして書いた楽曲、神々の里をお聴きいただきたいと思います。あなたの大切な場所、思い出の場所、パワースポットなどを思い浮かべて聴いていただけたら嬉しいです。それではお聴きください。眠れる歌物語で神々の里、お聴きください。いつもそばにいるよ。遠くになんて行ったりしないさ。大切な人を失った者に他人はそう慰めの言葉をかける。でも本当は他にかける言葉がないから適当にそう言っているのだ。会いたい、会いたい。君はどこに行ってしまったんだ。僕が失った穴は大きく、その傷は癒えやしない。悲しみは時間差で波のように打ち寄せてくる。だから逃げるように旅に出た。JR 延岡駅から車で47キロ。深い山々に囲まれ、静けさと穏やかさに包まれた小さな集落に、その旅館はあった。古いが美しく、艶のある佇まいは、とても気持ちがよく、僕の心にそっと寄り添うように迎えてくれた。90を超えたという大女将の凛とした着物姿に、僕は亡き祖母の面影が重なり、思わず背筋が伸びてしまった。あんた、そんな情けない顔して、ちゃんとご飯食べてるの？しっかりしなさいよ。そう言われた気がした。すると、孫娘の若おかみが、人懐っこい笑顔で声をかけてきた。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。いいとき来なさったですね。今夜はお神楽がありますからね。ぜひ見に来なさったらいいですよ。そうか。ここは神様が降りたところなんだ。そう思うと、不思議と気持ちが穏やかになるのを感じた。川沿いの道を歩き、ふと顔を上げると、僕を慈しんでくれた懐かしい人たちの顔が、なぜか目に浮かんだ。もう大丈夫だよ。そうつぶやいて、子供のように小石を積んだ。その昔山の
光と影の中、あなたを探すよ。明日へ続く道、眠れる歌物語、神々の里。ナレーションは俳優の本間仁さん、脚本は桜木美穂さんが手掛けてくださいました。こちらの作品は YouTube からもご視聴いただけますので、もう一度ゆっくり聞いてみたいなという方いらしたら、私の YouTube チャンネル眠れるピアノ弾き語りよりリンクを貼っていますので、チェックしていただけたら嬉しいです。岸辺にて、この番組はシンガーソングライター大藤文のオリジナル楽曲、楽曲提供曲、眠れる弾き語り演奏などをお送りしている番組です。さて、続いては合唱曲をお届けしたいと思います。ご縁がありまして、いくつか合唱曲を書かせていただき、本が出版されているんですが、今年もたくさんの合唱団さんに私が作曲させていただいた楽曲を歌っていただいています。ちょうど秋はね、文化の秋、芸術の秋ということもあるんでしょうけど、たくさんの演奏会が開催されています。来週の10日の日曜日には、宮崎県で開催される女性合唱団さんの演奏会で、私が作曲させていただいた組曲あなたへの歌を全曲歌ってくださるそうです。そして同じ日、東京では男性合唱団の方が僕の愛あなたの夢という組曲を歌ってくださいます。歌っていただける合唱団さんの歌を全部聴かせていただきたいといつも思っているんですが、とても数が多くてなかなか追いつかず、いつも心だけは思いを馳せております。これからも素敵な歌声を聴かせていただけたらと思っています。今夜は女性合唱とピアノのための組曲あなたへの歌の中から、空のワルツという楽曲をお聴きいただきたいと思います。このあなたへの歌という組曲は、春夏秋冬それぞれの季語が入っています。今日はその中から秋の季語が入った曲をお届けいたします。4曲入りの組曲を書くときに、作詞の栗原ひろし君、私たち合唱曲制作ユニットふみくりという愛称で呼んでいただいてるんですが、栗ちゃんと相談しながら書いています。彼は合唱会で作詞の他にもたくさんの合唱団の指揮を務めていたり、マルチに活躍されている方です。もちろん合唱のことはとっても詳しいので、彼にいろいろアドバイスをいただきながら制作しています。その中で次の空のワルツという曲は、小さなピアノの曲のような箸休め曲を作って
ってみませんかということで書いてみた曲です。どうしてもね、組曲と言いますと重たいというわけではないんですが、ボリュームがね割とある曲が多くなってしまうので、ちょっと休憩、そんな曲を書いてみようということで短い曲を書きました。なので私はこの曲を作るときに、子どものピアノ曲、それから短いピアノの簡単な曲などを参考に書きました。そんなところも聞いていただけたら嬉しいです。今回お送りするのは初演の演奏してくださった玉川グリーンハーモニーさんの演奏です。それではお聴きください。女性合唱とピアノのための組曲、あなたへの歌より、空のワルツ。女性合唱曲「空のワルツ」をお聴きいただきました。この曲が入った組曲「あなたへの歌」は来月また重版が販売されることになりました。なんともう13回目の重版となります。発売からもう10年ちょっと経っているんですが、奇跡的なロングセラーとなり、今も多くの女性合唱の方に歌っていただいております。これからもたくさんの歌声を聞かせていただけることを心より楽しみにしております。さて後半は私の眠れるピアノ弾き語り演奏をお聞きいただけたらと思います。実は私、音楽とは直接関係ないんですけれども、今年の春から心理学を学びに学校へ通っています。若い頃から
興味がありました。心理学にね。そして自分のメンタルの弱さを痛感することも多々ありました。人の言葉がとっても気になって悪い方に捉えてしまって勝手に落ち込んだりとか、リスナーの方でも同じように感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、そういう時ってとってもしんどいですよね。他にも他人と自分を比べてしまって疲れたりなんてこともよくありました。でもこれってもともとの性格だったり直せるものということではないんだろうな、うまく付き合っていかなきゃいけないんだろうななんてずっと思っていました。でもいざ心理学の勉強を始めてみると、そこには思いもよらなかったメカニズムが存在していることを知りました。一つの出来事に対してどう捉えるのか、どう考えるのかはトレーニング次第で変えることができる。そしてその考えが少しずつ変わってくると感情が変わってくる。そうすると行動が変わってくる。出来事をどう捉えるか、認知ですね。この歪みを調整する認知行動療法という学問に出会いました。すぐに認知の癖は変わらないんですけれども、3ヶ月ぐらいすると変わってきました。春から学び始めてちょうど半年が過ぎました。今では対人関係のストレスや不安、そんな思いが本当に少なくなりました。まだね、半年なので3ヶ月ずつにね、変化が自分でも感じられるそうなので、これずっと続けていきたいなと思って、そしてリスナーの方にもシェアしていきたいなと思います。そのために私、資格を取りました。9月の終わりに試験を受けて、つい最近合格通知が来たところです。試験は本当に難しくて、受験した仲間もみんなこれは無理だねと、絶対追試だ、そんなことを言いながら試験の帰りは心を寄せ合いました。だけど私の仲間もみんな勉強していたので、全員一緒に合格することができました。心理カウンセラーとメンタルトレーナーの資格を取得することができました。私はもう少し深く勉強したいので、今認知行動療法士というもっと専門的な授業を今受講しています。頭がこんがらがるような難しさがあります。ですが悩み事は数字のように解決できる、そんな学問なので、皆様と一緒に生きやすい人生が送れるように、いろんなことシェアしていきたいと思います。また来年にはカウンセリングルームをオープンしようと今計画中です。詳細が決まりましたらまたご案内させていただきますね。では後半はよりゆっくりおくつろぎいただきたく、眠れるピアノ弾き語りをお届けしようと思います。まずは私のオリジナル楽曲をお聴きいただきたいと思います。晩秋という楽曲です。私たちミドル世代になると
大事な人への思い方などが若い頃とは変わってくると思います。若い頃を探していた答えが少し見つかったような気もするし、まだベールに包まれている、そんな思いもあると思います。そんな気持ちを歌にしました。それでは聴いてください。大藤文で晩秋。
藤文で晩秋をお聞きいただきました。これからも私たち世代の日々の気づき、生活、心が少しでも安らげるような歌を書いていきたいと思っております。それでは後半はリクエストをいただいたカバー曲をお送りいたします。1曲目は西田敏行さんのもしもピアノが弾けたなら。私もニュースで訃報を知った時とても驚きました。子供の頃から当たり前のようにテレビで見ていました。昭和の時代から長くご活躍された方が旅立たれると、まるで太陽が消えたような寂しい気持ちになります。でもたくさんの作品を通して私たちにたくさんの生きる活力を与えてくださったことに心より感謝申し上げます。素晴らしい名曲の数々も時代を超えて歌い継がれていけるように、みんなで私たちも歌い継いでいけたらいいなと思います。そして2曲目はオフコースさんの秋の気配。この令和の時代、今年もですが、年々秋が短くなりましたよね。でも私たちが小さい頃は少しずつ夏から涼しくなり冬になっていく秋の間というのはとても情緒がある季節だったと思います。少しずつ冷たくなる風や暑い夏が遠ざかる感覚、そんなものが少し人生の流れと似ているのかもしれないですね。今日はそんな秋の名曲をピアノ弾き語りさせていただきました。それでは眠れるピアノ弾き語りカバーバージョンでもしもピアノが弾けたなら、そして秋の気配、2曲続けてお聴きください。もしもピアノが弾けたなら、思いのすべてを歌にして君に伝えることだろう。雨が降る日は雨のように、風吹く夜には風のように、晴れた朝には晴れやかに。だけど
した喜びや心が通わぬ悲しみや抑えきれない情熱やだけど
眠れるピアノ弾き語りカバーバージョンで、もしもピアノが弾けたなら、そして秋の気配をお聞きいただきました。さて、番組も終わりの時間となってまいりました。本日もお忙しい中、最後までお聞きいただき、心よりお礼申し上げます。この眠れるピアノ弾き語りですが、11月17日日曜日夜6時半より、南青山マンダラさんにて、ライブを開催いたします。場所は銀座線ですね、地下鉄の外苑前から歩いて5分ぐらいのところにあります。まだお席ありますので、ちょっとゆっくりしたいなという方いらしたら、ぜひお運びいただけたら嬉しいです。詳しくは私のホームページ等をご覧いただけたら嬉しいです。また、狛江市の泉玉川駅、徒歩3分にあるアイスタジオさんにて、私、ボーカルの、レッスンの講師をしております。歌ってみたい方、ピアノ弾き語りをしてみたい方など、初心者の方も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお越しいただけたら幸いです。さて、今夜も少しずつ寒くなってまいりました。今年もあと2ヶ月を切りましたね。あと2ヶ月という捉え方もできますが、まだ2ヶ月あります。これから2ヶ月がより良い日々になりますように。最後は私のオリジナル楽曲ホープをお聴きいただきながらお別れとなります。今夜もお聞きいただきありがとうございました。これから寒くなってまいりますので、どうかご無理なさらないように、お体お気をつけてお過ごしください。今夜もありがとうございました。お相手は、大藤文でした。